皆さんこんにちは、おやじです。今日は2022年10月7日です。今日は金曜日ですね。最終コマーシャルといったところですかね。最終コマーシャルじゃないです、明日も仕事なんでね。はい、まあそんな中だるいです、はっきりと言って。もうね、もう仕事行くのがね、億劫です。まあこんなこと言っちゃね、いけないんですけれどもね、もう60歳になったらね、なんかね、やっとるわみたいな感じがね、ちょっと出ませんな、なかなかね。そういった記録がね、ないというか。もうね、世の中の60代の人は好きで仕事してるんですかね。私もう早く仕事辞めたくてしょうがないんですけれども。でもまあ金がないんでね、もう貯金もない、財産もない、何にもないと。ね、まあ、そんな中、贅沢なんですかね、私はね。はい。まあ、そんなところで、今日もざっくばらんに行きたいと思います。で、今日はですね、また私の長距離時代の話ですけれどもね、その中でね、当て逃げをした車を見たよというのをね、ちょっと皆さんに、ね、話そうかなと思っております。でね、これはね、まあ皆さんもあるあるだと思います。でね、ああ、そうか、そういうことか。だったら自分はこういうところに気をつけようと思われるかもしれません。まあそう思えていただければいいなと思います。その話はですね、昔私の長距離時代、もう30代ですね、30代の前半ぐらいだったと思います。間違いなく前半ですね。はい。で、まあそんな中、まあそんな中、場所はですね、岡山県岡山市国道2号線の平田食堂というのがあったんですよ。昔ね、24時間営業してました。上り下りとね、平田食堂があったように思いますけれどもね、まあ下り線の方が大きかったですね。上り線にもね、確か平田食堂あったと思ったんですがね、まあ、記憶はね、もうかなり昔なんでね、まあ、その辺の記憶はまあどうでもいいんですけれどもね、まあ、そこの平田食堂で私がおそらく大阪帰りで、まあ一人そこに立ち寄ったんですよ。ご飯食べようと思ってね。ご飯食べて、そこで寝たのかどうかね、ちょっと自分、記憶がね、ちょっと曖昧なんですけれどもね。で、まあ、飯食ったかどうかの話ではなくてね、飯を食べるときに、まあそこにつけますよね。で、夜だったんですよ、もうね。何時だったんかな。7時とか8時とかね、もう真っ暗闇ですよ。で、平田食堂ってね、駐車場がね、明かりがないんですよね。とにかく暗い。もうね、真っ暗けですわ。で、そんな中、まあトラック枠だとかね、今だったらね、まあ、高速道路のサービスエリアだとか、道の駅だとかは、ちゃんと白線でね、やってますけれども、その平田食堂はね、ないんですよ、そのね、白線とかね、枠はないんでね、まあ、好き放題止めるんですよね。まあ、好き放題といっても、まあ、ある程度のルールはありますけれどもね、まあ、本当、枠がないのでね、好き放題止めると。で、暗いんですよ。で、そんな中ね、私はそこをね、バックでつけて、で、着いたばっかりでね、さあ、今から飯を食おうかどうしようかと、まあ、まあ、車の中にいましたわ。そしたらですね、私の、まあ、隣の、まあ割と近いところにキャリアカーが止まってたんですよ。キャリアカーがね、
4トンでキャリアカーでしたね。大型ではなかったですね。で、それがね、多分ね、そこに置いて、飯を食いに行ってたのか、そこに置いて、家に帰ってたか、とかだと思います。まあもちろん無人です。で、まあその時代なんで、どうだろう、車から離れるときに、まあスモールかなんかね、スモールかなんか、つけてればよかったんだけれども、まあ、電気消してるんでね、もう、エンチも切ってるし、もう、真っ暗なんですよね。で、そこへですね、大型車が入ってきましたわ。で、大型車が、プップップップバックしてね。で、まあ、私、遠巻きにね、何気なしに見ていたんですよ。でも、いや、待てよ、大型。お前、そのまま、そこに下がってたら、そのキャラカーに当たるぞと。見えてんのかな、多分見えちょらんのじゃろうなと思ってね。そしたら案の定ガーンと当たりましたね。はい。まあそりゃそうですよ。真っ暗なんでね、バックランプごときじゃない、見えませんよ。で、まあその運転手もね、よく確認をして、行けばよかったんだけれども、まあ、目に入ってらんかったんですよね。もう疲れてるし、腹は減ったし、もうとっとと飯食って寝るわーみたいな勢いでね、入ってきたんだろうと思います。で、バックでね、バックでそこに入っていたんでね。で、まあ、ガーンと。音はわかんなかったですけどもね、まあちょっと離れてるし、私もエンジンかけてるんでね、トラックの。まあそこ、音が聞こえるほどの、大きな音はしませんでしたけれどもね。まあとにかくゴーンと当たったと思います。でね、キャラが一瞬揺れたんでね、ガーンと。もう当たったなというのがね、すぐわかりましたよ。で、どうすんのかなと、無人だし、どうすんのかなと、その運転手どうすんのかなと思ったら、逃げましたね、速攻。はい。速攻逃げましたよ。もうね、降りていって、後ろを確認するでもなくね、速攻逃げましたね、パーッと。ああ、こいつ逃げたわ、と。言ったところでね。まあ今だったらね、スマートフォンとかね、なんかありますけれどもね、ドライブレコーダー、防犯カメラとかね、あるかもしれないけれども。まあその時代、ないですよ、そんなものはね。携帯電話もない時代ですよ。で、まあ速攻、逃げたと。はい。で、私ね、その時思いましたね。駐車場が暗いところに止めて、トラックから離れるときには、もう絶対スモールつけて、スモールだけじゃダメですね。サイドマーカーランプもね、サイドマーカーランプもつけないと、これはいかんなと、思いましたね。はい。でないとね、真っ暗なんでね、で、他の車両にですね、自分の車のアピールをするっていうんですか、ここに車がいるよということをね、アピールするためにね、そんな真っ暗闇 その駐車場に止めるときには、もうスモールランプをつけて、で、サイドマーカーランプをつけてたら、大概わかりますよ。大概ね。なのでね、で、今だったらバックミラーを折りたたむと。で、昔のことなんでね、多分、どうだったかな、もう私がどうかな、ギリギリバックミラーが折りたためるかどうかの時代でしたね。バックミラーぐらいは畳めたんかな。うん、バックミラーぐらいは畳めた時代かもしれないな。
まあね、そういうとこだったらバックミラーもね、畳んで、で、で、あと、電気をつけておくと。離れるときにはね。で、寝てるときもそうですよ。だったらね、真っ暗闇に、電気消して、エンジンも消してね、寝たいんですけれども、気候のいいときにはね。でも、そういった場所もあるんでね、これちょっとあまりにも暗いなと思ったときには、まあ、そうやって、自己防衛をするといったこともね、大事だと思います。まあ、それとは話、まあ、ちょっと違いますけれどもね、走行中でも、サイドマーカーランプ切ってる人がいるじゃないですか。あれちょっと横から見るとね、トラックというのがちょっとね、認識しにくいんでね、なんかね。私はサイドマーカーランプを切って走るのはね、嫌ですね。やっぱり、こちらはトラックだぞ、長さがこんぐらいあるんだぞと、特に乗用車なんかね、わかんないんでね。もしかしたら、なんかすっとぼけたやつがね、横の方から、脇道の横の方からね、ダーッと突っ込んできたりとかね、そのとか交差点を、特に右折ですよね。右折するときに、対向車が、まあ、トラックとわからずに、横っ腹ね、ボーンとやられたり。で、サイドマーカーがついていると、わかるじゃないですか。あ、トラックが今右折しているんだなと、いった感じでね、わかると思うんですよね。なので私は音、マーカーランプは絶対につけて走りますね。はい。まあ、そういったところでね、今日は、岡山市の平田食堂で、当て逃げ事件ですね、これね。当て逃げ事件を目撃してしまったと。まあ、その後、まあ、どうしたかというと、まあ、私も別にね、放置ですわ。そこに行って当て逃げを見たよと、110番なんかね、まあ、しませんよ。はい。まあ、はっきりと言って、めんどくさいんでね。その相手の、どういう車か、とかね、車番とか会社名ももちろん、わかんないですしね。まあ、まあ、結局は、やられ損ですわ、そうなったらね。結局はね、やられ損なんですよ。あ、すいませんね。今ね、ここをね、左折するのにね、左折の方が優先なのにね、なんかしたらみんな止まるんですよね。私は左折がいたらね、行かすようにします。まあ、防府市の、三田尻大橋の、交差点なんですけれどもね。はい。まあ、ちょっと話ちょっと脱線しましたけれども。まあ、そういったところでね、通報とかはしませんでしたけれども。はい。通報したところでね、当時の警察、まあ、情報はね、こんなんじゃ見つけられませんよね。はい、死亡事故だったらね、ほんと血まなこになって探してくれるんでしょうけれども。まあ、当て逃げとかね、そんな感じの当て逃げはね、本気になって探してくれないと思います。まあ、くれるんかもしれんけどね、まあ、情報がね、私のこの情報じゃ、探しようがないですよね、言ったところで。はい、そんなところで、自己防衛というのも大事だなと。暗いところにね、駐車するときには注意しましょうということです。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。この後も皆さん、ご安全にいってらっしゃい。バイバイ。